皆さんこんにちは。春日井市民病院事務局医事課の渡辺でございます。日頃は当院の医療推進にあたりましてご理解とご協力をいただきありがとうございます。今回は当院の特色の一つであります看護相談外来をご紹介いたします。例えばがんと診断されてからこれからどうしたらいいのか、治療や寝たきりに伴う皮膚のトラブルの予防やケアをどうしたらいいのか、脳卒中や脳梗塞、口の障害により食べる動作や飲み込みしづらいときにどのような食事を用意すればいいのか、このような退院や通院治療中の患者様やご家族が安心して日常生活を送れるよう、わからないこと、困っていることについてそれぞれの分野で専門的な知識を持った看護師、認定看護師がご相談させていただきます。それでは看護相談の様子を見てみましょう。こんにちは、認知症看護認定看護師の伊藤松江です。私の役割は認知症の方とそのご家族の方の生活を看護師の視点を通して支えることです。認知症について知りたい、認知症かどうか知りたい、認知症と診断されたがこれからどうしていいのか、認知症の方の対応や介護で困っている、介護保険や地域のサービスを知りたい、このような時物忘れ外来の受診、認知症予防や病状に応じた生活のアドバイス、認知症のその人に応じた対応や介護の方法を一緒に考えていきます。認知症相談のほかにがん、糖尿病、脳卒中など多岐にわたる認定看護師がご相談をお受けします。がん相談支援センターではこれからがんの治療を受けられる方やご家族の方にがんの知識や治療、退院後の生活についてご相談をお受けしています。また毎月第4木曜日の午前10時から正午までがん治療の経験者ピアサポーターによるがん相談会を当院1階中央ホールにて開催しております。春日井市民病院看護部長の鈴江智恵です。私たち看護師には生活の視点で皆様の療養生活を支える役割があります。それは私たち看護師にとって最も得意とするところです。病気のことだけでなく病気と共存しながら日頃の生活でお困りのことはなかなか聞きにくいのではないでしょうか。不安を抱えたまま過ごされることは大変つらいことと思います。そこで特定の分野で専門的な知識や技術を持った看護師をぜひ活用していただき皆様に少しでもお役に立ちたいと思っておりますのでお気軽にご相談ください。こういう気軽にいろいろ相談できるそういう組織があるということ今まで知らなかったけどとっても気が楽になりました、ね、看護相談外来をご利用できる方は当院に受診されたことのある方とそのご家族になります。受診される際は当院の診察券をお持ちの上、予約の場合は予約専用電話にお問い合わせください。春日井市民病院は地域の基幹病院として市民の皆様が安心して受診・加療いただけるよう高度医療に心を込めた診療に取り組んでまいります。ご相談をお待ちしています。